く生穂ですね。更新供養法と これハイビスカスかな、でかいな。天神社ですね。菅原道真公を祀っております。でもハイブスカスかな。でかでかいっすね。ここは何でござるか。なんかおじさんに来たら大感謝だとは。めっちゃ茂っとるよって言われましたけど、藤井親子の墓ですね。この登り口は何ですかね。上平らになってますけど、こっちには車があるしですね。日の陰、高地を五ヶ瀬なんか入れたらめっちゃお城ありますもんね。60ぐらいあるんじゃないですかね。マリモがある、マリモが、マリモが落ちております。マリモがいっぱい落ちております。J さんのお墓の横は道があります。あら、やっぱここもお城ですね。高千穂王冠って書いてあったから、あ、この辺交通の要所やったんでしょうね。まあそこに城を作るのは当然かもしれません。大観賞があったってことは、こういうお役員が住んでたから、
こんな立派な石垣あるんですかね。これはここだけ石の積み方が違いますけど、ここが入り口やったんですかね。後で塞いだかもしれんですね。これ昔の車をそのまま果樹園にしてるんですかね。跡地300メートルもあるのか。破っていったかよな。途中までは道はあるけど破っていったんだけどね。あ、結構いけるな。これわかんねえわ。破って言ったけど破じゃないしな。まさかこれが大観賞じゃないよな。これが大観賞とじゃないよね。けどこれなんか作りが古いな。この瓦はちょっとなんか大観賞っぽいな。これどうなんですかね。今の家の作りじゃないっぽいんですけど、ここの広場もなんか大観賞の施設があったんじゃないですかね。左。